95式艦上戦闘機95式艦上戦闘機95式艦上戦闘機は中島飛行機が設計した最後の正式艦上戦闘機でありまた日本海軍最後の服用戦闘機である記号は A4N90 式艦上戦闘機の後継機として中島と三菱が 競争試作した7し艦上戦闘機が両者とも不合格となったため中島では独自に後継戦闘機の開発を行った当初は90式艦上戦闘機3型のエンジンを寿から大馬力の光に変更するだけの改良で済ます予定だったがエンジン乾燥による重量増大や航続力低下に対応するために 結局大幅な設計変更を行うことになった。試作1号機は1934年秋に完成したが、エンジンのトラブルや視界不良、航続力不足が指摘され、これらの回収に手間取ったため正式採用は1936年1月になった。原型である90式艦上戦闘機と比べると、機体は一回り大型で、 エンジンを強化したおかげで、実用上昇限度以外の性能値は向上していた。航続力不足を補うために、半球式造装を、下側の翼に密着するような形で取り付けたが、これは緊急着水時には燃料を放出して、フロートとして使用可能であった。なお、試作機は90式艦上戦闘機改めと呼ばれた。正式採用までに手間取ったため、 採用時には96式艦上戦闘機の試作機が高性能を示しており、96式艦上戦闘機の採用までのつなぎという位置づけになってしまった。このため、生産機数は221機と多くなかったが、1937年から日中戦争が始まったこともあり、生産は1940年まで行われた。日中戦争の初期には、 実戦で使用されたが、96式艦上戦闘機の配備が進むとこれと交代して、第一戦を退いた。その後は練習用戦闘機として、太平洋戦争中期まで用いられた。野沢ただし、日本航空機総集中島編出版共同社、1963年、176ページ。全国書士番号。 83032194。七主艦船は、中島は陸軍の高翼単用の91式戦闘機の改造形を提出、要求性能に達せず、三菱は堀越二郎技師の低翼単用戦闘機を試作したが、強度、操縦性に問題があり、不採用になった。ありがとうございます。